승리했다. 아우. なんかね、新宿でこういうビジネスがあるらしい。ハグ屋さん。ハグ屋さん？どういうこと？いくらかわかんないけど。うん。ハグで。ハグして。男の人。男の人。男の人。ハグして。え、男の人？うん。やって。嘘。お金こうやってもらうかわかんないけど。 イメージ的に俺のイメージ的には女の人がずらーって並んでて並んでるの？並んでるの。嘘。え、ハグ欲しい？どう思いますか？すごいね、なんか、知らない人でしょ？知らない人をハグするでしょ。そう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 。だからね、なんか YouTube で見た けどさ、 かっこいい。いや、俺は男の人かどうかわかんないけど。え、でもすごくない？まあネットで有名になって、多分 新宿で並んでるハグ屋さん。え、でも読めない人とかじゃない？なんか漫画家らしい。なんかエロ漫画。まあどういう理由であれどう思うメキシコ人食べるのって、なんかするといらないと思う。メキシコでね。でも日本ってハグがないじゃん。ハグがないね、あんまり。ハグがないからもしかしたらそういうのが求められてるかもしれない。ああ、そんなところね。メキシコはさ、なんか 俺女の人はハグしたかったらマジ誰とでもできる。普通だから。最初からね。最初から。こんにちは、あらおら。まあやっぱさ、日本はさ、いつもなんかびっくり。びっくりだよね。日本はいろんなことね、こんな感じのこといっぱいある。はいはい。逆じゃん、まだあっても。そうだよね、まだ可愛い女の人だからさ、まだ。男の人が並ぶだったらまあわかるけど。え、女の人いないの？ハグ屋さん？うん。わか。 わかんないけど。いれば、いいの。あ、まだまだ、そういうお店あるよね。あ、そういうお店あるよね。できないでしょ。ハグするからお金ちょうだい。みたいな。逃げるよ。お前が金払えよ、とか。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオス。アディオス。